ああ。ストレスですね。やったー。わー、かっこいい。形に動いてちゃったんですか。なんとないな、これな。60分、2200円です。めちゃめちゃ安くないですか。ロリコンちゃん、松尾です。いらっしゃいませ、森川自動車です。はい。今日もね、はい、チョコレートドッキリの。なんかちょっとあれですね、やっぱ痛くないから。そうですね。うん、まあ、こいつがね、そもそも今日剃ってきとったから、本来撮ってた撮影時間よりもだいぶ短くなっちゃったんです、はい、そうですよね。なんでちょっと僕もやってもらおうかなと思いまして、はい、で僕医療脱毛今してますね。医療脱毛してて、ね、はい、ここヒゲとね、ここは生やすのよ。ここは生やすから残して、あと全部脱毛してるんですけど、ただ医療脱毛ね、腕とかね、こういうとこ分かる、ね、なんかね、医療脱毛って薄いところだと効果がないとか、ちょっと毛穴が活性化するんで濃くなる可能性もありますので、ってこうしてないんですよ。はい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 。ところがこれ光だったら大丈夫だということ。あ、ここはしてないんですか。これしてないんですよ。あ、なるほど。そう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 。あとは全部やってるんですよね。はいはいはい。にしては薄いですね。もともと薄いんですよ、腕は。はいはいはい。チョコリも薄いもんね。はい、上半身薄いです。下半身がすごいケンタロスみたいな。そうケンタロスみたいな。こっからしたら毛まみれやもんね。もう毛まみれです、うん、僕もそうだったんですけど、はい、まあ、ちょっと今日腕をやってもらう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松尾道中。失礼します。はい。ああ。めっちゃ悪いとやろ。めっちゃ悪い。やばいですね。そう、めっちゃひどいんですよ最近これさ、はい、マジでもう案件で来たとかいう問題じゃなくてさ、腕だけでもちょっと会話してもらえないかな。ぜひ。これちなみに、はい、腕だけを脱毛するってなって通うってなるとどれぐらいですか。薄いんですけれども、はい、毛量は普通結構多いですよね。なのでただその何回目かでどのタイミングで活性化が起こるかがちょっと分かりかねるんですよ。なるほど。ツルツルにされたいです。そうですね。10回もされるとだいぶよろしいかなと思うんですけどね。すね毛とかも調理の日じゃないぐらい生えてるだけね。なんかすごいって言ってましたね。めちゃくちゃ生えてますよ。そんなにケンタウロスか松本さんか、ね、そうだね。それはね、そうね、結構ね、下半身は濃いんですけれども、うん、上半身はあのお客様に細いっていう方も結構皆さん伸ばしますね。いらっしゃるんで。チョコリ？はい。胸毛ボーボーやったけどね。あ、言ってましたね。あ、そうなんですか。胸毛すごい。そうそうそうなんですよ。じゃ医療で頑張って。あ、そうですそうです。お痛みに耐えながらそうですね、されたんですね。なんか赤みとか出ますもんね、医療ですと。で、その前がニードルだったんですよ。あ、ニードルですか。ニートルの方が痛いですね。そうですよね。胸が 45% まで痛いんですよ。それで 45% 減らすっていう。あ、はいはい。マジでもうちょっと痛かったのかな。ニートルですか。毛穴一本一本に刺しますので、お時間もね、かかりますもんね。そうなんですよ。しかもありえないぐらい腫れるんですよね。あ、そうですね。毛穴に熱を、そうなの。ニードルでこことかやるやん。はい。で、もうこう焼いちゃうんで。ですよね。はい、どうです。あのね、終わった後、翌日ぐらいみたいになったの。どういうことですか。ちょっとなんかみたいなことだよ。ちょっとしたダウンタイムですよね。いやいや、本当そうですよね。私もちょっとニードルは聞かないんですが、医療レーザーを練習受けてたんで、医療でもね、そうしていたいのに。よく耐えられましたね。本当ツルツルにされたかったんですね。そうですね。うん、昔から毛が嫌いで。あ、そうなんですか。まず自分に毛が生えてるのが本当に嫌です。結構ストイックですね。そうか。松尾道中。でもあまり目立たないように見えて、剃ってみると結構わかる。ぼちぼち分かりますね。うん、あの、ありますよ。トーンアップしてます。この方が結構活性化が起こりやすいんですよ。あ、なるほど。意外と全然は大丈夫だと思うんですけど、うん、もし出てしまったらごめんなさいね。いやいやいや、もう活性化したらクロちゃんみたいな。背中から血が入ります。あれすごいもんね。あれすごいね。あんなふさふさ伸びるんですね。ね。ちょっと手元も入るんですけれども、はい、されます。あ、お願いします。これこうね、下がり目がね、できたね。うん、見られ
てると言いますか、うん、その点ね、レチカチッツのレチカチッツのレチカチッツのチョコレ見てたこんぐらい違う、うん、あ、全然違いますね。へぇ、すげぇ、やっぱないのツルツルになります。白くなりました、ね。これってちなみに光立つものじゃないですか。はい。レーザーとどう違うの？あ、レーザーは基本的にはメラニン色素といって、はい、黒い部分に反応する。え、そうですね。ご存知だと思うんですが、はい、ですけれども、一応光も、はい、種類がありまして、はい、種類によってどこにダメージがいくかっていうのが変わってくるんですね。なるほど。特定の光は2種類同時に出てまして、はい、レーザーと同じメラニンですね、はい、黒い色素に反応する光と、はい、あとは毛根の上に上部にありますバルジ領域っていうのがご存知です、はいはい、ありまして、あそこにダメージがいく光ダブルで出ますので、ダブル効果と言いますか、緑毛しながら脱毛を叶えていくっていう機会になってますね。はい、僕あれなんですよね、神経白髪だらけなんですよ。あ、そうです、白髪だけ入ってるんですよ。白髪だけ入ってる。白髪がどうしても反応しないので、レーザーあ、そうですね、そうですね、もともと白髪がめちゃくちゃ多いので。あ、そうですか。白髪はやっぱり難しいですけれども、一応まあ SHR の光ですと抑毛はできますけどね、はい、あのまあシェーディングしていただいて繰り返していただくと生え、まあ、にくくはなってきますけど、毛穴もまあ痩せ細ってはくるんですけど、白髪結構気にされてる方も多くて、はい、やっぱり脱毛されてもその白髪の部分だけ残っちゃってるんだね。そうなんですよ。あれですもんね。だからもういいから白髪だけは剃らないといけないんですよ。ああ、しかも白髪ってまんべんなく生えるわけじゃないじゃないですか。そうですね、変な生え方なんか生えてる、うんうん、そうですよね。逆にね、気になっちゃいますよね。そうなんですよ。四国九州みたいな生え方になってる。わかりますなんか。もう他の機械は絶対に大丈夫だと思います。あ、でしょうね。それも、はい、それ以上痛い機械はないですので。そうですよね。お強いですね。でも逆に上だけあると気になりますよね。あと腕とかあるんですよ、はい、自分で剃れるじゃないですか。はいはい、肩とか無理ですもんね。そうですね、わかんないですもんね。わかんないですもんね。でも体硬いから手が回らない。あとは体大きい方に、はい、やっぱりあの大手が回らないじゃないですか。あ、そうですね、はい、結構男性で疲れてらっしゃる方とかこの辺とかが大きいので、そう、それなんですよね。中学生の子なんですよ、女子が、すね毛を昼休みに抜くっていうのが流行ったんですよ。なんかみんなベランダに並んで毛抜きますね。それが一回学年で問題になって、はしたないと、なんで毛抜くんかみたいなのがあって、なんでそれが流行ったかもわかんないですけど、ね、えら流行ってね、流行っちゃったんです。そうなんですよ。なんかずっとピンセットで毛抜いてるんですよ、昼休みで。僕もやらないかんということで、家に帰って抜くわけじゃないですか。毛抜きでね、まあね、追いつかない、多すぎて。あもそうですよね。で、また後ろ抜けないでしょ、ふくらはぎと。あ、そうですね。すねはいいけど、ふくらはぎだけ入るみたいになる。松尾田道中記どうでした？すごい、はい、寝そう。いや、気持ちいいですよ、これ。ちょっとね、温めてました、ジュース。わー、ぬくい。チョコリでも冷たかった？冷たかったっす。めっちゃ気持ちいい、これ。すいません。
あの冷たさが弱っ、あったかいですね。全身の方はね、ちょっと冷たいと全身冷えちゃうね。ぬくいわ。少し温めるんですね。どんぐらい冷たいとかなって思ったらあったかかったっていうね。写真撮ります。お、連写だ。そうですね、貝の広い部分はもうスライドで連続で撮っていきます。全くなんともないですね。大丈夫ですか。あ、こうなってんすね、すごい。あとはまあレイヤー用ですけど、ヒゲとかはちょっと痛みが出ますので、そういうところだけはショットで打っていくんですけど、着物はスライドで処理ですね。これちょっとあったかく感じるんですか。若干あ、若干これね、はい、こんなに痛くないとこれいいわ。いや、いいですよ。アイロンしてるような感じですね。アイロンしてます。で、光はあのプリントボッコの感じですね。プリントボッコ、プリントボッコ使ったことない。ないですか。年賀状作るときになんかハロゲンの電球つけてバシャってやるんですよ、プリントボッコ。あー、懐かしいですね。ありましたね。手作り年賀状。年賀状出さんか。あー。もうですね、多分研究して、あ、起きれないですね。あ、いたことございます？いや、ないです。注意事項でね、飛躍しないでくださいって言われます。そうですよね。当店は大丈夫なので、うん、あ、普通ダメなんですね、日焼けとか。あ、そうなんですよ。そのメラニン色素に反応するんです。黒いものによる反応が出ますので、その皮膚のオイルミにも反応が出てしまうんですね。そうすると火傷のリスクだったりですとか、逆に色素を分解して、そこだけこのチップの形に色が抜けちゃったりですとか、そういう可能性がありまして。経営者の方も多いですよね、脱毛さん。はい、おっしゃる通りですね、すごく多いですね。周りがしてるので自分もっていう方もね、もちろんいらっしゃいますしね。考えてもね、はい、うちのメンバーとは、はい、売り上げが上がってる2人は、はい、ツルツル。売り上げが上がる秘訣はツルツルなんですね。絶対関係してる。うん、キューピーちゃんになれば売り上げが上がる。キューピーキューピーちゃん、ツルツルの人、キューピーちゃんって言わんすか。あ、言わんすか。愛知県ではそういうこと言う。愛知県では言ってましたね、キューピーちゃん。松尾太郎ちゃん、めっちゃ気持ちいい。調理さ、はい、これいい、ね、気持ちいいですよ。ちょっとチリチリする、ね、あ、チリチリします。あ、場所によって、ね、ああ。僕敏感やね。そうですね、撮影じゃなかったら寝ますよ、普通に。気持ちいいですもん。そうね、反対を打ちますね。はい、すごいな、かもしれない。なんか見てて気持ちよさそうやなと思って。ぬくいよね、これね。これはぬくいですね。気持ちいいですもんね、これ。うん。そうですか。そうです。いや、だって僕はもうあれしても、脱毛はもう痛いの体験してるんで、もうこれはもう。ああ、そうですね。そう、すごい余計に。僕も脱毛って言ったらブラジリアンのイメージだったんで、最高ですね、これは。ブラジリアンね、痛いですもんね。痛いです。松尾太郎ちゃん、最後保湿して押し上げしますね。お、謎のクリームが出てきましたよ。失礼します。謎保湿ジェルですね。保湿ジェル、鎮静でアロエですとか、ちょっとアロマの成分が入ってますが、あ、いい匂い。うん、されます。いい匂いですね、これ。はい、お疲れ様でした。外します。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい白いですね。すごい、おお、ね、なんともないな、これな。なんともないです。松尾太郎中継、ありがとうございました。ありがとうございました。全然痛くもないし、よかったです。めっちゃいい感じですね。うん、これがまたね、生えてくるときにこう落ちてくる感じですよね。そうですね、あ、生えてくるときに落ちるんですね。そうです、そうです、そうです。今は剃ってて毛がないんで、あ、
あー、そっかそっか、最初剃ってますもんね。そうですよ、はい、っていう感じですよね。はい。でね、通常は一番安いところでも、はい、15,400円でしたっけ。15,000円。なのに松尾佐藤中継見たって言ってもらえれば、片道60分、はい、2,200円です。2,200円、めちゃめちゃ安くないですか。安い。これもちろんどこでもいいですよね、60分、はい、太ももでもいいし、はい、膝すねでもいいし、はい、いやこれはね、来た方がいいです。一回来てみてください。しかもね、東京なんでね、めちゃめちゃ来やすいと思います。東京は交通の便がいいですからね。うん、うん、ね、調理そうですよ、ね、おっしゃる通りですね。説明欄に全部貼っておきますんで、ぜひ見ていてください。よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。お願いします。ありがとうしますね。自分で手抜いて、おもれげになってしまう。あ、そうですよね。毛が潜って伸びてるやつ見たことあります？潜って伸びる。そうなんです。薄皮にかぶった、カバの下を、あー、毛の下がギューって伸びていくんですよ、毛が。なんで、シェーバー当てても剃れないですよね。そうです、皮膚を切らないと出てこない。はい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 。